今回はプロ編ということで、これじゃいかんなと思って、うん、直接監督に話しに行って、うん、1秒でも長く神戸でやりたいなっていう思いがありましたけど、うん、このタイミングで、まあ、行くしかないなと思って、うん、取れる個人タイトルは全部取りたい。泣きそう。感動しました。はい、今回も古橋亨梧選手と対談させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回では、育成年代編ということで、まあ、プロに至るまでのストーリーをいろいろお話しいただいたんですが、今回はプロ編ということで、FC 岐阜から始まって、はい、今現在、セルティック、まあ、2022シーズンスコティッシュプレミアリーグ MVP と得点王、先日行われた日本代表でも2試合、活躍されているということで、そこに至るまでの、はい、ストーリーをちょっとお話しいただきたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。セルティックなんですが、セルティックジャパン、7月19日横浜 F ・マリノス、7月22日ガンバ大阪と、日産スタジアムとパナソニックスタジアム吹田で試合をしますので、概要欄を記載させていただきます。で、こちら、まあ、特別なシートということで、まあ、そのホスピタリティが充実している、まあ、専用ラウンジだったり、お食事だったり、ピッチサイドとか、そういう特典もついている、チケットもありますので、皆さんぜひ、応援の方よろしくお願いします。私、那須ももちろん、観戦の方行かせていただきますので、現地でお会いできたらと思います。今回なんですが、まあ、プロ編ということで FC 岐阜入団決まりました。はい、入団初年度開幕42試合出るっていうことで、はい、まあ、でもその最初プロっていうものをどう感じたのか。最初はしんどかったですね。それはどういう意味で。もともとその最初のキャンプの時に、まあ、初夏の練習試合で、まあ、ずっとサイドやってたんですけど、その時に自分がこうレバー見たら、ボード見たら自分の前がサイドいなくて、うん、どこにあるやろってパッて見たら中盤のところにあって、うん、おっと、ここがどうしようと思って、うん、でもあるからやらないといけないからやったんですけど、なかなか自分らしいこともできなくて、うん、これじゃいかんなと思って、直接監督に話しに行って、うん、僕はちょっとサイドに勝負したいと思って、自分で、はい、そこからまあ、一番下からやれることをやり続けて、最終的に開幕スタメンの時にいただいたのかな。実際そのシーズン42試合出場なんですけど、まあ、大木監督ということで、はい、大木監督の存在が多分そのね、今日にとってはかなり大きい、はい、存在だったと思うんですけど、実際にどういうことをこう言われたりとか、どういうものが支えになったりとか、なんか言葉でエピソードとして残ってるものってありますか。毎試合、試合の次の日って練習試合が入ってるんで、大木さんのルール的にその20分間走みたいな、うん、練習前と練習、練習後に20分間走を普通はするんですけど、まあ、リカバリーの時にこう一人一人にこうスタメンで出た選手の話をしている中で、うん、もう一貫としてずっとお前は大丈夫だから、うん、まあ、本当に自分らしくやる、ずっと言ってくれて、うん、まあ、それが本当に、心強かったです。ずっと背中を押し続けて。そうっすね。それがまあ1年目ということで、はい、次のシーズン2018年は6試合連続ゴール。そうですね、はい、第13節から5試合連続ゴールということで、はい、まあ、最終的に26試合で11ゴール、はい、このシーズンはどうでした。2018シーズン、まず1年目は本当に、まあ、プロという世界の厳しさっていうのを本当に経験できた中で、本当に調子が悪くても使い続けてくれた大木さんに本当に感謝しかないですし、うん、まあ、その中でこう信用してくれて、パス出してくれた本の中にも感謝しかないんですけど、それがあって2年目こう、まあ、プロっていうのはこういうものだっていうのはある程度こう経験できた中で、自信もついたし余裕もできたので、それで結果がこうついてきたのかなっていう。その結果もあり、ヴィッセル神戸からのオファーを受けて、はい、俺は悩み抜いた結果っていうところで、岐阜に残留するか、まあ、ヴィッセルに行っても試合にすぐ出れるか分かんないっていう、はい、あそこは常にこう悩みの種だったと思うんですけど、最終的にこう決断の中でどういう判断をしたかっていう、まあ、めちゃくちゃ悩みましたね最初は、もう最初はもう僕は岐阜に残ろうかなっていう方が強くて、もうそれはやっぱり岐阜として本当に上位争いしてて、本当に調子が良くて、まあ、個人的にも調子が良くて本当に楽しく参加ができてたので、このままみんなで J1 に上がれるんじゃないかなって思ってたので、だから残りたいなと思ったんですけど、チームメイトだったり、いろんな人と相談する中で、今このチャンス逃したらあんじゃないって言われましたし、そのタイミングでやっぱりイニエスタ選手だったり、来てたので、こんなチャンスはないと思って、考えた末に、神戸に行くっていうのを聞きました。
そこで私とも出会うんですよね。那須さんの名前は出なかったですけど、ね、いやいや僕はもう大学サークルのサークルさんですよ。ミセルコで入団と、はい、いうことで、まあ、途中から最初僕の印象は結構もう試行錯誤もがいてたっていうか、まあ、作家的なことを言うとやっぱ出し手と受け手のタイミングっていうのがやっぱこう噛み合わないといけないし、受け手だったらこう自分から引き出して相手からパスを出させるぐらいのそのなんかタイミングも含めてやっぱりこう迷ってたじゃないけどどうすればいいっていうのが最初の僕の印象だったんですけど、はい、でもそうも言いながら、まあ、約半年で、まあ、13試合5得点ということで、はい、オドレスキーだったりアンドレスだったり言わなくてもアンドレスの存在って大きいと思うんだけど、はい、どうでしたその実際に神戸に来てレベル感だったりも含めてその最初感じたことっていうのは最初みんなうまいなと、うん、来たはいいもの大丈夫かな、スピード感ついていけるかな、うん、っていう不安しかなかったです、うんうん、ただでもやっぱりやってきたことは自信になってましたし、うん、もちろんこう環境が変わればサッカーが変わるのも分かってたんで、うん、それを言い訳にしちゃいけないっていう思いでとにかく我慢したので、うん、その半年はやってました。うん、多分言わなくてもあれですけど、まあ、アンドレスの存在っていうのは、はい、兵庫の動き出しだったりいろんなものを引き出してくれた選手の一人だと思うんですけど、実際に本人からこう話とか通訳を返してとか話したこととかもあります？あんまりこう多くはないですけど、うん、お前らしく自分らしくやれば本当に大丈夫だから、うん、本当に自信持ってやってくれ、うん、っていう言葉くらいですね。うん、もうやれるって思ったきっかけそれって何かありました？移籍した半年って本当に良かったんで、うん、まあ、サイドに出ましたし途中からワントップで大変しましたし、うん、最後はまあ、いろんなポジションをやらせてもらったので、そこで、まあ、ある程度慣れて、うん、感覚もつかめて、うん、次の年から、まあ、自信持ってできたかなと。2019年、レブロン人間とアルクマールからこうオファーを来るんですけど、はい、まあ、それであえて残留するっていう、はい、そこはどういう気持ちで残留したい？まだまだ神戸でやるべきことがあったと思ってましたし、うん、まだまだここで成長しないといけないと思ってたので、うん、すごく嬉しいお話だったんです。残留するって言ってました。うん、残留してダビだったりトーマス・フェルマーレンだったりとか、はい、まあ、いろんなすごい選手たちが加入してくるんですけど、はい、どうでした？実際に加入してきて一緒にやってみて、まあ、僕はピッチ上であんまりやってないのでみんな見てた選手たちだったので本当に良かったなってましたし、うん、でもプレーすれば間近で勉強できるので、うんうん、本当にすごい勉強になりましたし、うん、まあ、試合に出ればやっぱり負けたくないっていう気持ちがやっぱり伝わってくるので、ちょっとしたパスの連れだったり勝つためにこう投手を向き出してるのですごく勉強になりました。本当ダビとかもね、練習の時からもう投手に向き出しでも常にゴールに向かっていく、特にプレーの中でそのダビがの中で印象残ったとかなんか参考になったことってあります？なんかいや全部本当に僕の中で刺激的だったんですけど、うん、1回ホームで名古屋さんと試合した時に両か誰かのスルーパスをこう受けて、うん、ペナの中で相手のセンターバックを尻餅つかしながら、ね、はい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 、で突破して、はい、持ち替えてバーにこう浮かして入れたシュートなんですけど、はい、あれはもう僕上から見てたんですけど、うん、本当に楽しみました、うんうん、これはやばいな。僕も覚えてます、ね、覚えてます、めちゃくちゃ覚えてます、ね、何なの、あんなできないな、そう、なんかやっぱ持ち替えて自分の形でかね、しかも抜き去ってっていうね、自分の形に持っていくところまでがうまいなと、しかもそれちゃんと決めるんで、うんうん、すごいなって思いました。その後、11月にベネゼーラ戦で代表、はい、はいはい、初出場ということなんですけど、はい、日本代表選ばれた時はどうでした？めちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、実際このキャンプとか練習やってみてその代表選手たちはどうでした？その初っていうのが、その前に確かアウェーで試合した後の日本での1試合に僕は合流したんですけど、バックバックで、あ、緊張してもうやばかった、もうアウェーとかも汗出るしもう早くみんな来てくれないかなっていうぐらいも緊張して、うん、もう頭真っ白でした。でも実際練習見ては意外とでもそこはリラックスして、うん、ホタルさんがいたので、うん、あ、やっぱ大きかったですね。いろいろ教えてくれたり、はい、ずっと蛍さんこうついて、うん、もう、はい、引き付き虫です。なるほど。そのシーズン、ま
まあ、天皇杯僕も一緒にあの経験させてもらったんですけど、まあ、初タイトルということで、どうでした、あの時あの優勝っていう、まあ、ピッチ上で経験したと思うんですけど、まあ、最高でしたね、うん、たくさんの人がやっぱり幸せそうに笑顔でいるのが、うん、もちろん相手もあっての僕たちの勝利なので、うん、もちろん相手もびっくりしますし、うん、でもやっぱり優勝したことがなかったチームが優勝できたので、うん、天皇杯で、うん、本当にその1位になれてよかったなと思います、うん、僕が一番試合だったのはその後のビルかけですね。はい、あそこはもう僕の主戦場だったんで、はい、僕はもう端っこで、伊藤源太がまだ未成年だったんで、僕はもうすごい縦に隠れてました。本当にあの貴重な経験だったんですけど、その先なんですが、2020シーズンはだから30試合12得点、また2桁得点ということで、まあ、本当に充実した年だったと思うんですけど、その後、はい、まあ、2021年もうあの本当にこうぐんとこうスピード感上がって、大分トリニータ戦で、まあ、3試合連続ゴールだったり、野村 FC 戦のワットトリックだったりとか、まあ、結果を着実に残して、でその後に7月にオファーがスコットランドセルティック、はい、FC にこう来るんですけど、どうでした、その心境というか、その時。まあ、やっぱり1秒でも長く神戸でやりたいなっていう思いはありましたけど、うん、セルティックっていう本当に大きなクラブで、うん、本当に歴史あるクラブだったので、もともと海外でもプレーしてみたいという気持ちもあったので、うん、このタイミングで、まあ、行くしかないなと思って決めました、うんうん、いざ、まあ、そこで完全移籍ということで、シュンさんに、まあ、セルティック OB の連絡を取るっていうのは、これはどういう経緯というか、レオ君の知り合いの方がシュンセさんで、うん、こう連絡を取っていただいて、うん、連絡先をいただいて、うん、こうちょっとやり取りさせてもらいました。その時のこう会話とかってどういうことを喋ってたんですか？セルティックのことをこう聞いたり、セルティックに行っても自分らしく頑張ってねっていう言葉だったり、うん、まあ、やっぱり本当にセルティックでシュンセさん、日本人でもシュンセさん、うん、もちろん水野さんもいましたけど、シュンセさんの方がやっぱ、うん、イメージが強くて、うん、いろいろたくさん僕のことを言われると思うけど、うん、まあ、自分らしくやってくれたら本当に大丈夫だと思うから頑張ってねっていうふうに声をかけていただいて、うん、ありがたかったですね、うん、いや本当ね、それは嬉しいですよね。本当嬉しかったですね、はい、僕も俊介さんに若い頃言ってもらったんですよ。そんなこと俺言ったっていうのはもう全く覚えてなかったんで、はい、いや重いですよね、その俊さんの言葉で。そこでリーグ戦、まあ、初先発、はい、ランディ FC 戦だったんですけど、ハットトリック達成、はい、っていうことなんですけど、はい、実際移籍してどうでした、そのチームのレベル感だったりとか、どういうものを感じて練習しました、最初の。まあ、とにかく練習がすごく激しいなっていうのと、うん、やっぱ監督が求めることに対してみんな本当に真摯に向き合ってやろうとしてたので、うん、本当にいいチームに来れたなって思っていて、その中で初めて合流した時が、あの当時はコロナで隔離期間があって、うん、まあ、10日間僕はロンドンで隔離して、その足でリーグ開幕戦のアメムシホテルに行ったんですけど、まあ、だから初めましてが昼飯会場で、初めましてって言っても、あっちからしたら誰こいつみたいな、うん、確かにそうだね、雰囲気がもう何こいつみたいな、うん、やっぱ一人日本人だし、うん、でもみんなやっぱり練習でやってるから、うん、やっぱこうチームとしてなってるんですから、うん、本当に気まずくて、うん、まあ、それでもこうやっぱデビューして、うん、ホームでデビューしたときに、もう絶対にやってやるっていう気持ちで、やったら、本当にたくさんいいバスくれた中で、ハットトリックできて、そこで、信念グッて掴みました。それはあったら、やっぱ練習でも予想するしじゃないけど、まあ、まあ会話もなかなかできますし、はい、あっちからしゃべりかけてくるわけでもなくて、はい、探り探りな感じはもう感じたんで、パスが来ないとか、そういうのはなかったです。比較的、もしかしたら少なかったかもしれないですけど、僕はまあ、そういうのは考えてなかったけど、うん、やるしかないです、ね、なるほど、喋れない分もやるしかないみたいな感じで、覚悟が決まって、はい、覚悟決めて、はあ、それでまあ先発でそのねハットトリックで、はい、その先、スコティッシュリーグカップ決勝、はい、ここも点先制される状況が2ゴールで2ゴールで優勝に導くということで、はい、どうでしたその時の気持ち。いやーそうっすね、まあ、まずやっぱ監督が来て、その前の年は無冠で終わってたので、うん、この試合は絶対僕たちの自信になるから絶対取れそうって監督が言ってたので、うん、なかなか拮抗した試合の中でやっぱ先制点決められたので、うん、やばい、ちょっと難しい試合になるなと思ったんですけど、うん、まあその直後に本当にバスが来て、うん、煙で正直見えなかったんですけど、うん、
でもなぜか体が自然と動いてトラップできて、うん、ゴール決めたんで、うん、正直めっちゃ喜んでましたけど、うん、何しにマジかよとみたいな、めちゃくちゃ驚いてて、うん、ただ2点目もこうリスタートからいいゴール来て抜け出して、うん、ループで決めて、うん、綺麗に膝滑りして、うん、ちょっとやってましたけどもうほんま内心はもう、はい、嬉しかったですね。そういう大舞台、決勝の舞台で点決めた記憶があんまなかったので、うん、決めてよかったね、優勝に一撃でよかったなと思ってました。まあ、それは自信にも大きくなるしね、はい、それで海外移籍1年目でリーグ戦20試合で12得点ということで2桁ゴールを、その時にシール戦のデビューで相手がレアル・マドリード戦を経験するんですけど、はい、どうでした、そのレアル・マドリードとやって。やっぱりレベル高いなと思いました、うん、それは個人、個としてやっぱすごかったな、そのチームとしての、その戦術も含めてなったのか。チームとしてもやっぱりまとまりがあるなって思ったんですけど、それよりも一人一人のこう個の能力というか、うん、ポジショニングだったり、うん、やっぱ一つ一つのパススピードだったり、それをピタッて足元に止めることだったり、うん、3人目でこう連動してこうボールを回しながら抜け出したりとか、うん、やっぱ一つ一つのこう質っていうのはやっぱすごいなと思いました。うん、森田選手お話聞いたときに対談で、はい、アンセム聞いたときの鳥肌が半端ないって、あれは半端ない、あれは半端ないです。まあ、僕らもう本当に最高の状態でホームで、うん、レアル戦で開幕戦あったんです、うん、もうベンチだったんですけど、うん、鳥肌もやばいです、やばい、もう全体がうわー言うてますし、アンセム流れた時のあの雰囲気っていうのはやばかったです。まあ、しかもセルティックパークはね、常にもうあれ年間シートだから常に満杯、はい、ありがたい、満員ですね。はぁ、あ、すごかったっすね。そこで、まあ、まあ経験をしてって CL もデビューするんですけど、2022シーズンにつながっていくんですけど、はい、まあ、昨シーズンはその MVP 得点王ということで結構こう自信もいろんなものがリーグにも慣れて出てきたと思うんですけど、その感触はあったんですか、その得点を取れるっていう、まあ多分意識はしてないのは分かるんですけど、実際どこら辺から得点をっていうものが取れるとか、なんかこう感触をシーズンの中で、もともとそのシーズン始まる前に自分の中で今シーズンは3冠と、うん、まあ、とりあえず個人タイトルは全部取りたいって勝手に自分の中で決めてたんで、うん、言葉にしちゃったらもうやっぱ簡単に、まあ、簡単に生まれたら嫌だったんで、うん、自分の中で決めて、まあ、それに向かってただひたすらに、まあ、走り続けて、うん、その中で昨シーズンはやっぱり怪我もありながらも活躍すること、点を取り続けることができたんで、うん、点は取れると思ってましたけど、うん、まあ、でも絶対にこう脅威と思われてる中でやっぱり対策だったり、うん、マークが2、3についてるっていうのが分かったので、まあ、ここで化ければ得点は取れるのかなとは途中から思うようになりました。でもそのシーズンの中で悔しいというか、まあ、カタールワールドカップっていうところは2022シーズンのところで出てくるんですけど、はい、実際にメンバー選考の部分も含めて感触、実感としてはこういけると思ってたか、 どっちでした、その当落戦場なのかっていう、まあ、当落戦場とかもいけるかな、いけたら嬉しいな、いやでも行きたいなくらいでした。実際その発表を受けてどうですか、そのメンタル的なところっていうのは。正直すごい悔しかったショックでしたけど、うん、でもその発表があった次の日がアウェーのレアル・マドリード戦だったので、うんうん、本当に考えないようにするというか、うん、もう表に出さないようにチーム力とか、うん、出さないようにしてましたけど、それでもやっぱり、まあ、みんな結果は知るじゃないですか、うん、チームメンバーの、うん、その中でもジョーだったり、うん、たくさんの選手たちがこう僕と来てくれて、うん、まあ、大丈夫だから、うん、僕たちの本当にストライカーだから、うん、自分を信じてやり続けてくれって言ってくれたのが、うん、救われましたね。いえー、泣きそう。これが泣きそう。いや、本当に泣きそう。これが泣きそう。いいチームメイトに。いやー。俺が泣きそうだったわ。その言葉にも救われて、はい、で、まあ、そのシーズンを乗り越えてっていうことなんですけど、2023年34得点、国内参加に貢献、34得点そうですね、はい、全部で5億決めましたね、5億、はい、大5億決めたね、全部国内参加に貢献、はい、で、中村俊輔さん以来のスコットランドリーグ MVP、はい、リーグで36試合で27得点、はい、日本人初の欧州主要リーグでの得点を選出、はい、ことで、
もう本当ね、これから期待しかないなっていう。最後にそのセルティックでのポステコグルー監督の存在ってどういう存在なのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、もう個人的にはやっぱり監督が僕をセルティックに呼んでくれたので、うん、本当に感謝しかないですし、うん、チームとしてもやっぱり監督がやりたいことを貫き通してくれたので、うん、僕たちもついていきやすかったですし、うん、もちろん毎試合が 100% 良かったわけでもなかったのでたくさん怒られましたけど、うん、でも監督が来てくれて監督のサッカーをやり続けた結果やっぱり自信につながって、うん、まあ、1年目は2冠、2年目は3冠取ることができたので、うん、僕たちは僕たちやる場所に戻ることができたんじゃないかなと思いますし、だからこそ、まあ、調子に乗るんじゃなくてやっぱり次が大事だと思うので、うん、まあ、監督もありますしレースはあると思うのでやり続けながら、まあ、3冠取るように頑張りたいなと思います。本当に貴重なお話をまあ、プロ編までいただけたんですが、はい、最後に、今後の、まあ、目標、古橋亨梧選手の目標をお願いします。一つでも多くのゴールでチームを勝たせれる選手になれたらなと思いますし、まあ、昨シーズンは20点、25点、まあ、30点まで届かなかったので、まあ、30リーグ戦取れるように頑張りながら、アカウントゴールの技術面を磨いて、まあ、一人でもこう多くの子どもたちや応援してくれる人たちを夢を与えるように、古橋選手みたいになりたい、僕じゃなくてもこうサッカー選手になりたいと思ってもらえるように頑張れたらなと思います。泣きそう。感動しました。本当にありがとうございます。今回2本全編公演ということを言わせてもらったんですけど、いや本当にこう雑草で2000年代からプロにかけて、でそのいろんなもがきながらもずっと進み続けてということで、多分本当にたくさんの人に刺さる言葉メッセージが詰まった今回になったと思うので、皆さんねこれからも活躍し続けるので、古橋亨梧選手の方の応援もぜひよろしくお願いします。本当に貴重なお話ありがとうございました。古橋亨梧選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。自分が生かされたミッドフィルダー3選になります。2人も落ちいいポジションをこう話しながら一緒にやったらもうびっくりするよ。どのタイミングで見てたの、見てたの、知識、意識、無意識って言って、うん、パンチの形状忘れてはいけないなって思いながら、そんな息子いたら泣くでマジで。セルティック FC ジャパンツアー2023オフィシャルサポーターとして那須大輔やることになりました。今回7月19日セルティック FC が来日して横浜 F マリノスとの試合があります。日産スタジアムで19時キックオフになってます。今回のセルティック FC と横浜 F マリノスの試合なんですが、まあ試合の方も楽しみなんですが、今回ホスピタリティが充実してるということで、専用ラウンジとボックスでの食事、ピッチサイドでの試合の練習見学、選手入場見学、私那須大輔ミニトークショーもさせていただきます。なんとそのラウンジにスペシャルゲストも訪問ということで、非常に豪華な形になってる、このホスピタリティの充実度も体験できるようにはなってますので、皆さん概要欄の方に記載しておきますので、そちらの方からチェックしていただいて、この機会に贅沢なサッカー体験をしていただければと思いますので、皆さんチェックの方もよろしくお願いします。